マイク・ミラードは、アメリカ合衆国で1970年代から1980年代にかけて活動したテーパー。マイク・ザ・マイクの愛称で呼ばれ、カリフォルニア州イングルートの LA フォーラムで行われたレッド・ツェッペリンやピンク・フロイド、ローリング・ストーンズのコンサート録音テープが有名である。彼は1974年にモノラル録音機を使って録音を始め、 その後、レッドツェッペリンのコンサートを録音するため機材を中道のステレオ録音機と AKG のアコースティックマイクに変更する。彼は録音機を偽装するためしばしば車椅子を利用した。彼によって録音されたテープはその高音質から有名であり、様々なブートレグに使用された。彼の手による百七十七年六月十一日のレッドツェッペリン公演における 永遠の歌は、レッドチェッペリン DVD のメニューに使用された。同講演は、リッスンツーディス、エディというタイトルのブートレグが有名である。マイク・ミラードは1994年に自殺したと、される。しかしながら、その事実は確認されていない。ありがとうございます。